ヤーノス・シタルケルさんは現在アメリカを本拠として幅広い活動をしていますが、時折故国のハンガリーに帰っては演奏会を開いておられます。またこの度の日本での公演では、ハンガリーの懐かしい友人たちと共に演奏できるのを大変楽しみにしていたということです。